なんでやっぱ取るの？スポーツ人よりでかい足ダディ。よいしょ。スターツ不変不滅のこの体ダディ。よいしょ。3つみんなの頼れる親父ダディ。わしこそが百獣の親父、ゴッドダディダディ。おい、ゾウなのか。ゾウじゃねえダディ。メンズエステじゃなくメンモスズエステで無駄毛処理した、あ、ダンディーなマンモスダッディ。あるのか、メンモスズエステ。かっこいいのだ。ピンクのお花がかっこいいのだ。レジェンド忍者のわしに忍者ボックスをパワーアップしてもらいに来たのだって。さっきも言ったように、最近地下で騒いでいる迷惑な奴らがいるのだって。奴らを追い出してくれたら忍者ボックスをパワーアップさせてやるだって。クックッククック、世の名はドリル皇帝。ドリル皇帝、確かチューキーズの。クックック、何がそんなにおかしいのだ。あ、クックックな、何なのだ。クックック、な、なんで僕が、いや、余がジューキーズだと知っている。特別にこのドリル皇帝へ説明することを許そう。それは秘密の情報ルートがあるのだ。お前たちの情報なんてまちがち筒抜けっち。いいのだ、ここはハッタリを聞かせるところなのだ。え？まさか僕が MMM 計画のため地下に秘密のガス管を建設中だと知ってここに？え？あ、うん、そうなのだ。クックックならば、ここから生かして返すわけにはいかない。 MMM 計画ってなんだろう。ヨガ、貴様たちの墓穴を掘ってくれる。面白いこと言うじゃないか、お前。なんかガス管をなんか敷設してるって言ってたね。ぶっ壊しゃー。もしかしたらみんなの生活の便利のために仕事してるすごいいいやつなのかもしんない。そんなやつをやっつけちゃっていいのかな。あんま強そうじゃないんだけど。あ、消えた。こっちだ。あー、今引かれたのか。とOK、出てきたところを襲えばいいのね。トリア、あれ、ドリル皇帝でもダメージ入ってないの。オイラも本気を出すのだ。ダメージ入ってないな。ちょっと待ってよ。そしたらドリルの回転数マックス。お、なんか飛んできた。あ、ちょっと待って、これを食らわせるとかじゃない？あ、違う？最高回転のドリルを食らうがいい。あ、今ダメージ入った。食らえドリルだ。
穴を開けてやろう。あ、これでダメージ入るけど、すごい地道な作業が続くな、これ。あんまダメージ入らないし。こっちだ。ドリルの回転数。お、今度2発だ。オッケーオッケー、これだったら結構ダメージ与えられる。お、いいねいいねいいね。と、最高回転のドリルを。お、今度3発なったよ。やばいやばい、これは。うわあ、3発どころじゃなかった。いや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 。おお、いいいいねいいね。どこを見ている。もうこっちもヒットポイントが全然ないから、一撃でも食らったらゲームオーバーなんだよな、これ。穴を開けてやろう。さあ、くれ、入れ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 。ああ、食らった。やめて、このクレヨンしんちゃんみたいな BGM 流すの。どっから？いや、ドリルだ。あともう一発。穴を開けてやろう。これが最後になると思うけど。うわーっと、来た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 。いけいけいけ、一発でも入れば。あー、知った。回転が止まる。くっくっく、なかなかやるではないか。しかし、要は力の 50% しかまだ出していない。いや、その割には結構息が上がっちゃってるけど。おお、携帯電話。よだ。え、あ、あの、よ、いや、そのドリル工程、そうです、うずまるです。はい。本名がうずまるっていうんだね。え、携帯代が支払われてない？このままだと携帯を止める？困ります。わかりました、今すぐ払いに行きますので。はい、すいません、よろしくお願いします。世には急ぎの用事ができたので、これで失礼させてもらう。皇帝は忙しいのだ。お前、携帯のお金払われてないって聞こえてたからバッチリ払いに行くんだ。携帯ショップはこっちの方だったはず。はっ。いやいや、よくわかんねえけど、うるさい奴らは追っ払えたのだ。そうだね、ゴッドダディに報告に行こう。これで忍者ボックスをパワーアップしてくれるんだな。前回のパワーアップの時は、今まで作れなかったレンガブロックと、あと石ブロックが作れるようになったんだけど、今回はどうなんだろう。任せるのダディ。鉄ブロックとかそういうのがね、ちょっと使えるようになったらいいなと思うけど。おー、すげえ。うわー、どんとこいだ。どんどん姿が変わっていくね。でもこいつすげえな、なんか象が踏んでも大丈夫の筆箱みたいな感じだな。